はようございます。高木糸です。ツールとゴールを一緒にするな。今日のテーマです。人生にはゴールがあります。まあやがて死にますけどね、ダイナミックに死にたいなって思ってますけども、このゴール、まあ、目標、そこを目指して人生を生きていくわけですけど、その目標を目指す、ゴールを目指すためにはツールが必要です。このゴールとツールがまあごっちゃになりやすいっていう話なんですけど、まあ、例えば山登りとかをしていて、まあ、山頂を目指しますっていうことになると、まあ、ツールがいりますよね。例えばまあ険しい山だったら、なんていうんですかね、金属のこう、なんか金槌じゃないハンマーみたいな、なんかそんなものがいったりとか、なんか靴をちゃんと持ってたりとか、もしかしたら雨が降るかもしれないっていう、まあ、雨具だったりとか、まあ、そういうまあ道具がいったりしますけども、ゴールとツール全然別物ってそういうふうにイメージしたらわかるんだけれども、この言葉だけ聞くと、このゴールとツール、なんか混ぜこちゃになっちゃって、どっちがどっちやらよくわからなくなるんですよ。例えば、もう少しわかりやすい例を挙げると、お金を稼ぐっていう、まあ、そういうことを、まあ、取り上げてみると、本来のゴールっていうか目的っていうのは、あなたには使命があって、人生の使命があって、その誰かのお役に立つこの地球の進化のために貢献する、インパクトを与える。まあ、そういうことを実現するために、まあ、もろもろお金が必要っていう、まあ、使命を果たすためにお金が必要っていう状況は発生すると思うんですよ。まあ、そもそもお金っていうものには価値がないですからね。不完全ですから。なので、その大事なことは使命を果たす。そのために、まあ、必要なお金とか、まあ、いろいろなものがいると。それなのに、質問が途中ですり替わっちゃうんですよ。いや、先生、どうお金を稼いだらいいでしょうか？違うよねって、もし質問するとするならばですよ、どうお金を稼いだらいいじゃなくて、どう使命を果たしたらいいなんですよ。使命を果たすっていうことにフォーカスしていると、まあ後から、まあ、お金っていうのがついてくるもの、まあ、先にお金っていうものが、まあ、用意されたりするものだったりする。でもまあそこのこう核にあるというか、ゴール、目指すもの、果たすべきものっていうのは、まあ、使命を全うするっていうところであって、そこがゴール。で、ツールとしてお金があるっていうことなわけですよ。ちなみにそのお金だったり、まあ、もろもろのツールっていうものはすでにあなたに与えられていて、まあ、あなたの過去にその種っていうのがもう全て整っているっていうことなんで、あれお金ないなとか、あれツールがないなと思う人は、あなたは、ちょっと後ろを振り返ってみて、あなたの過去を見てポロポロポロとなんか取りこぼしてないかっていうか、このあの体験が使えないか、この体験は何のために自分の人生に与えられたんだろうっていうのを振り返ってみたりすると、そこに、必要なツールが全て、埋め込まれているわけなんで、まあ、じゃあ例えばツールって何ですかって言ったら、まあ、スキルだったり、まあ、いろんなリソースですよね。人脈だったり、知識だったり、経験、家族、そしてあなたの人格、そういうものも含まれると思います。まあ、もちろんお金も。というわけで、日々、ツールとゴールっていうものは違うんだっていうことを、まあ、意識して、そして、こう、ゴールを目指して、そこを意識して、自分のゴール、使命は何なのか、何のために自分は使命を果たしたいのか、そのためにどんな目標を持って自分は生きているのか、まあ、そこを明確にガシッと捉えていたら、必ず、あなたのゴールにたどり着くことができます。一歩一歩前へ。今日も一日頑張ってください。応援しています。